きつい。え、てかさ、手紙来たんだよね。ファンレター。ファンレター届いてさ、お、ついに我が輩も人気者ってわけかーと思ってさ、見たらさ、なんか、多分小学校6年生ぐらいの男の子が、ラブ様、こんばんは。僕はまだ自分のスマホを持っていなくて、お母さんのスマホを借りてます。僕が中学校に入ったら、絶対にスーパーチャットを送るので、待っててくださいね。ラブ様大好きですみたいなの書いてあって。で、ラブ様のハンバーグ、大好きなハンバーグみたいな絵が書いてあって。おい、キッズーと思って、スパチャなんて投げなくても大丈夫だから配信見てくれりゃいい。で、配信を見て、ちょっと、我が輩のことをね、ちょっと金銭的に支えたい。ラブ様の活動を金銭的に支えさせていただきたい。頼むみたいな人がスパチャと投げてくれるから。いいんだよ、キッズくん。いいんだよ。スーパーチャットは強制じゃないんだ。偽物ヤゼットが言ってるさ、なんかね、もう逆張りおじさんいるけどね、マジでキッズの字だったんだよね。漢字とかやばかった。もう字がね、めちゃめちゃね、キッズだったんだよね。我が輩は信じるけどね。うん。いや、僕にもね、ファンレターね、もらったやつね、読んでね、シュッ頑張るかってなったよね。うん。キッズおじさんかもしれない。え、でもキッズおじさんでもいいよ。なんか人が幸せになれる嘘は良くないか。なんか、人が幸せにならない嘘はちょっとって感じだけどさ。なんか今みたいに、頑張るかって思えたから別に嘘でもいいわ。うん。キッズくんの肩代わりスパチャおじさんがいるんだけど。すげえな。まあまあまあ、我が輩は全然迷惑してないのでね、これからもキッズなりすましおじさん全然どうぞ。